それではただいまから須賀川市記者会見を始めさせていただきます。1番、令和6年能登半島地震の被災地支援について会見事項を申し上げます。市長、お願いいたします。はい、改めておはようございます。はじめに令和6年能登半島地震の被災地支援についてであります。本年元日に発生しました令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。本市の支援状況につきましては、東日本大震災の際に支援をいただいた石川県輪島市へ先月19日にメッセージを添えて義援金をお送りしたところであります。また今回の地震で甚大な被害が発生した地域より県や関係団体などを通じて応援要請がありましたことから、先月20日から26日まで富山県氷見市へ重火被害認定調査等に従事する職員を2名派遣し、先月30日から今月8日までは石川県宝達清水町などにおける農業集落排水施設の管路被災調査等に従事する職員を3名派遣したところであります。なお先月5日から市役所及び徹底長沼岩瀬の両市民サービスセンターに令和6年能登半島地震災害義援金の募金箱を設置しております。皆様から寄せられました義援金につきましては、被災地の方々の生活支援に役立てるため日本赤十字社を通して寄付をいたしますので、市民の皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。今後も職員派遣や募金活動などを通して一刻も早い復旧につながるよう引き続き支援をしていく考えであります。詳細につきましては記載の通りでございます。以上です。それでは質問に移ります。質問がある方は挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは続きまして2番、令和6年3月須賀川市議会定例会提出案件について会見事項を申し上げます。市長、お願いいたします。はい、それでは令和6年2月19日に召集となります令和6年3月市議会定例会の単行議案22件、予算議案17件、報告5件の計44件についてご説明をさせていただきます。まず議案第1号、押尾江財産区管理員の選任につき同意を求めることについてでありますが、本案は押尾江財産区管理員7名が本年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任を選任するにあたり議会の同意を求めるものであります。今回選任いたします方は塩田及び小倉行政区長から推薦のありました吉田昇さん、折笠昭弘さん、海野光一さん、羽賀隆さん、二瓶貞勝さん、大月宏さん、および岡部和明さんの7名でありますが、いずれの方も地域の信望が厚く、押尾江財産区管理員として適任と存じ提案するものであります。次に、議案第2号、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案は本市の人権擁護委員のうち兵藤貴子さんが本年6月30日をもって任期満了となりますので、引き続き候補者として法務大臣に推薦することについて議会の意見を求めるものであります。兵藤さんの主な経歴を申し上げますと、昭和60年2月に三原薬品を退職後、平成13年からは主任児童委員をお務めいただき、平成29
2009年からは保護司を務められております。人権擁護委員は現在1期目であります。兵頭さんは人格高潔にして社会的信望も厚く、人権擁護に理解が深いため、人権擁護委員として適任と存じ、候補者として提案するものであります。次に議案第3号、専決処分の承認を求めることについてでありますが、専決処分いたしました案件は専決第2号の補正予算についてであり、地方自治法の規定に基づき専決処分いたしましたので、本議会に報告し承認を求めるものであります。次に専決第2号、令和5年度須賀川市一般会計補正予算第7号の概要についてでありますが、一般会計の補正額は3億7354万3000円の追加で、補正後の予算額は367億3496万9000円となります。補正予算の内容につきましては、物価高騰の影響を受けている低所得者等に対する支援に要する経費であり、物価高騰重点支援給付金として住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯当たり10万円、また子ども加算としまして児童1人当たり5万円を給付いたします。詳細は記載の通りであります。次に議案第4号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本案は福島県人事委員会勧告に基づき、県が通勤手当の改定を行ったことから、これに準じて改正するものであります。次に議案第5号、須賀川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は国立大学法人法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであります。次に議案第6号、須賀川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本案は地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当の支給が可能となることを受け、県が勤勉手当に関する条例改正を行ったことから、これに準じて改正するものであります。次に議案第7号、須賀川駅前自転車等駐車場及び、須賀川市駅前駐車場の指定管理者の指定についてであります。本案は現在施行中の須賀川駅西地区都市再生整備計画事業に伴い、本業務の内容が変更となる可能性があるため、審査委員会においての書類審査及びヒアリング結果などを踏まえ、本年4月1日から令和9年3月31日までの3年間引き続き現在管理している公益社団法人須賀川市シルバー人材センターを指定管理者とするものであります。次に議案第8号、須賀川市監査委員条例の一部を改正する条例でありますが、本案は一つには地方自治法の一部改正に伴う引用条項の整理、二つには引用している市条例に法令番号を追加するものであります。次に議案第9号、須賀川市都市公園条例の一部を改正する条例でありますが、本案はパーク PFI 事業のさらなる推進を図るため、都市公園法に規定される公募対象公園施設の設置にかかる使用料を新たに加える改正などを行うものであります。次に議案第10号、須賀川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本案は議案第8号と同様に地方自治法の一部改正に伴い引用条項の整理を行うものであります。次に議案第11号、須賀川市水道事業給水条例及び須賀川市水道事業敷設工事監督者の配置基準及び
資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は水道法の一部改正に伴い、水道整備管理行政の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管するため所要の改正を行うものであります。次に議案第12号須賀川市市民の森条例の一部を改正する条例でありますが、本案は今般の物価高騰等を踏まえ市民の森の安定した経営を図るため使用料の改定について所要の改正を行うものであります。次に議案第13号須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例であります。本案は須賀川市長沼老人福祉センターについて隣接する長沼ラボと連携した特撮関連の資料保管庫及び作業スペースとして転用するため所要の改正を行うものであります。次に議案第14号須賀川市介護保険条例の一部を改正する条例でありますが、本案は第9期介護保険事業計画に基づき65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を改定するものであります。次に議案第15号から議案第18号までの4本の条例改正についてでありますが、本案はいずれも介護保険サービス事業に関する国の基準省令の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。次に議案第19号須賀川市子ども子育て会議条例の一部を改正する条例でありますが、本案は子ども子育て支援法の一部改正に伴い引用条項の整理を行うものであります。次に議案第20号須賀川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。本案は特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。次に議案第21号須賀川市立須賀川一生児童クラブ館及び須賀川市立須賀川一生児童クラブ館分館の指定管理者の指定についてであります。本案は現在の指定管理者の指定期間満了に伴い公募を行いましたところ、現在管理している社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会から応募があり、審査委員会において書類審査及びヒアリング結果などを踏まえ、本年4月1日から令和11年3月31日までの5年間引き続き同法人を指定管理者とするものであります。次に議案第22号須賀川市立須賀川二小児童クラブ館等の指定管理者の指定についてでありますが、本案は現在の指定管理者の指定期間満了に伴い公募を行いましたところ、現在管理しております社会福祉法人宇都宮福祉会から応募があり、審査委員会において書類審査及びヒアリング結果などを踏まえ、本年4月1日から令和11年3月31日までの5年間引き続き同法人を指定管理者とするものであります。次に議案第23号から議案第27号までの3月補正予算の概要についてであります。3月補正予算につきましては主に事業費の確定見込みなどに伴う補正であり、令和5年度予算の整理予算となっております。一般会計の補正額は10億8793万9000円の追加で、補正後の予算額は378億2290万8000円となります。
一般会計の主な内容につきましては、一つには国の補正予算による国庫補助事業の内需に伴う河川整備事業6億4850万円、緊急治水対策プロジェクト道路整備事業2億7004万6000円などの増、2つには事業費確定見込みによる保育所管理運営事業1億236万5000円の減、自治体情報システム標準化事業3814万2000円の減などであります。また特別会計につきましても、主に事業費の確定見込みなどに伴う令和5年度予算の整理予算となっており、それぞれの補正額については記載の通りであります。次に議案第28号令和6年度当初予算の概要についてであります。令和6年度一般会計当初予算額は337億2000万円であり、前年度に比べ2億8000万円 0.8% の減となっております。次に令和6年度の当初予算についてでありますが、令和6年度は第9次総合計画の将来都市像である、共に作る住み続けたい街須賀川の実現に向けた取り組みの推進をはじめ、デジタル田園都市総合構想総合戦略や過疎地域持続的発展計画に沿った街づくりの推進を図る予算として編成したところであります。編成にあたりましては、行政資源の選択と集中を図るとともに、経常経費の縮減に取り組みながら市民サービスの向上に努めたところであります。次に歳入歳出の主な内容についてご説明いたします。歳入のうち市税は96億8410万2000円で、前年度に比べ 2.1% の増、地方交付税は82億8928万4000円で、前年度に比べ 1.9% の増、市債は16億3600万円で、前年度に比べ 43% の減となりました。続いて歳出のうち総務費は49億9276万9000円で、前年度に比べ 29.1% の増、民生費は115億7415万6000円で、前年度に比べ 4.6% の減、教育費は36億6171万8000円で、前年度に比べ 7.7% の減となっております。次に当初予算における市の第9次総合計画に掲げる分野ごとの主な事業についてご説明いたします。はじめに分野1、人であります。特別支援教育推進事業については、市内の小中学校に配置しております特別支援教育推進員を2名増員するとともに、教育支援センターを確保しながら保護者や教職員等が相談しやすい環境を構築することにより、子に応じた支援の充実と特別支援教育に対する理解の促進などに取り組んでまいります。また男女共同参画推進事業では、自分らしく輝ける街を目指し男女共同参画社会の推進に取り組むとともに、令和6年度は須賀川男女共同参画プラン21第4次計画の策定を予定しており、多様性を認め合う社会の実現に向け取り組んでまいります。次に分野に暮らしでありますが、総合交通対策事業では、本年1月から実証運行を開始した長沼地域西部エリアにおける AI オンデマンド交通について、
令和6年度においても利用者確保へ向けた PR に努めるとともに、運行業態等の最適化を図るなど本格運行へ向けた準備を進めてまいります。また駅西地区都市再生整備事業では JR 東日本と連携しながら魅力ある須賀川市の玄関口として須賀川駅東西自由連絡通路や新駅舎駅前広場西口等の整備について引き続き取り組んでまいります。次に分野3仕事であります。新規就農者育成支援事業では新規就農者に対する支援金等の国の制度を積極的に活用し補助金総額を増額するとともに市独自の親元就農者への支援や移住による家賃支援等を通して意欲ある新たな担い手が定着しやすい環境を作り新規就農者の育成及び営農確立に必要な資格の取得や技術の習得の支援に取り組んでまいります。また企業連携強化事業では市内企業の PR や企業間連携、市内企業が製造する工業製品を市が認定・公表することにより、市内外に広く情報発信し、販路開拓などを支援するとともに、企業見学会、須賀川テックツアーズなどを引き続き開催し、就職活動を支援してまいります。次に分野4、町でありますが、移住定住促進事業では移住希望者を対象とするお試し居住等により移住希望者のサポートや余暇の過ごし方の提案等を充実させ本市の住みやすさ等を実感していただくとともに空き家バンクと連携しながら移住定住につなげてまいります。また特撮アーカイブセンター管理運営事業では須賀川特撮アーカイブセンターにおいて特撮映画の制作プロセスを映画監督等の専門家から学ぶワークショップ須賀川特撮塾を引き続き開講するなど次世代を担うクリエイターの育成に取り組んでまいります。次に過疎地域持続的発展計画を推進する主な事業でありますが3年目となる令和6年度の主な事業については資料に記載の通りであります。次に議案第29号から議案第39号令和6年度各特別会計水道事業会計及び下水道事業会計の当初予算額については記載の通りでございます。次に報告第1号専決処分の報告についてでありますが専決いたしました案件は2件でいずれも損害賠償の額の決定及び和解についてであります。その内容は指導において発生しました自転車の転倒事故について及び宇治沼港コテージのトイレにおいてドアレバーにより左手中指を負傷した事故について損害賠償の額を決定し和解したものであります。次に報告第2号から報告第5号までの令和6年度事業計画及び収支予算についてでありますがこれらは公益財団法人であります福島科学振興協会須賀川市スポーツ振興協会、須賀川市農業公社及び郡山地方土地開発公社の令和6年度事業計画及び収支予算についてそれぞれの理事会や評議員会において議決承認となりましたのでその内容について本議会に報告するものであります。議会関連は以上でございます。それでは質問に移ります。2番、令和6年3月、須賀川市議会定例会提出案件につきましてご質問がある方は、挙手をしていただきまして、報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。すみません、阿武隈地方の
すみません、阿武隈地方の溝井と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。新年度の、主な新規事業の中にあります、空想プロジェクト、スカバー空想フェスティバルについて、今のところ、予定している内容だったり開催時期と、決まっているものを教えていただければと思います。文化交流部長の新澤です。よろしくお願いします。空想フェスにつきましては、今事業内容を、固めている最中ですので、今のところ、お示しできるものについてはありません。ありがとうございます。続いてまた、引き続き、新規事業についてなんですけれども、五十嵐治郎回顧展についてはこちらは、どこで開催予定のどういったものになりますか。五十嵐治郎さんの回顧展につきましては、今年が没後10年になるということですので、また新たな作品等についても購入を検討し、すでに、購入しているもの、それから寄贈いただいているものについて、市民交流センター等での、展示会を、予定しております。すいません、こちらについては開催時期は例えば季節とかはまだ決まってはいないんですね。申し訳ございません。詳細についてはまだちょっと決まっておりません。わかりました。ありがとうございます。他にご質問ございませんか。毎日部の根本と申します。市長、昨年つぶらやプロダクションと結んだ協定についてなんか新規事業で面白いのが入っているのかなと思って楽しみにしてきたんですけど、特に内容なんですが理由っていうのはあるんですか。はい、今ほどですね、空想フェスの話がありましたけれど、つぶらやプロダクションとのさまざまな取り組みの中で、そういう事業に取り組めればということで、今検討しているところで、まだ具体的にですね、その時期あるいは内容等について、まだ固まっていないという状況ですので、今回その具体的な内容で事業化というか、ところまでは至らなかったということでありますが、継続的にこの協議を続けながらですね、これらに取り組んでいければということで、協定を結んで、もうそれからこう検討をしているという段階なので、その点はご理解をいただければと思います。議会説明もそれで押し通すですか。現在のところの状況についてはそういう状況ですので、そういう質問があればそうお答えするのみでございます。わかりました。他にご質問はございませんか。福島民党の小田と申します。お願いします。過疎地域持続的発展計画の事業にもございます。長沼ラボの整備事業ということなんですが、こちら具体的にはどういったこの、資料の保管であるとか、どういった作業のスペースを想定されているのか、また回収の時期などそういった部分をお伺いできればと思います。長沼ラボにつきましては、資料保管スペースより作業スペース、休憩等もできるようなところというところでの、改修を予定しております。時期につきましては、設計が終了次第、発注したいというふうに考えております。ありがとうございます。いつ頃までのこう完成を目指すとか、そういったところもまだ決まっている分というのはございませんでしょうか。老人福祉センターについては今年度中
の完成を目指したいというふうに考えています。ありがとうございます。あのこの資料とかあのそういったものの具体的な内容というのはございますでしょうか。例えばミニチュアであるとか、もしそういったところそういったこの資料を置くかという部分でお伺い、あくまでもその保管するスペースを確保するということで、その中に何を入れるかとか、そういったものについては未定です。わかりました。ありがとうございます。長沼ラボで現在その特撮の撮影とか結構あのやられていると思うんですけども、そういった方々が利用する作業スペースとしても活用されるというようなあの理解でよろしいでしょうか。そういった活用についても、行われるべきものと想定はしております。想定の中では分かりました。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。三田山署の服部と申します。よろしくお願いします。18ページの議案第12号のところで市民の森の、料金のところなんですが、物価高騰と市民の森の安定した経営を図るためということで、具体的なこう料金が上がった理由を教えていただければと思います。市民の森の料金改定につきましては、令和、元年の税の改定、税の改定にも伴って、改定して移行しておりませんでした。で、市民の森 の、 水道といいますか水の確保が、安定的に行われる目処がつきましたので、それを契機といたしまして、近隣の同類施設との、料金の、差額といいますか、差を埋めるために、今回改定するものであります。はい、ありがとうございます。あと続いて議案第9号のところで、須賀川市都市公園の条例の一部を改正するところで、すみません、これ公募対象公園、今後公募対象公園で施設を設置する際に使用料っていうか、もしちょっとこちらも具体的に説明していただければと思います。建設部長の小針と申します。よろしくお願いいたします。今回、条例の中に盛り込むのが、その公募対象公園施設を設ける場合ということで、パーク PI 事業、こういったもので、施設を作ったりする場合に、年額として1000円ということで、改定させていただくんですけど、もともとこれまで、以前その売店とか飲食店とかこういった収入というのにありまして、それに準じて温浴施設なんかも今まで条例に加えて運用してたんですけども、周りの自治体、郡山市なんかは今度始まりましたので、そういった自治体とか、あと、県外なんかもいろいろ調査した中で、行政財産収入量で の、 その路線価からこう算出する価格、そういったものをこう使っている自治体がかなり多いので、それに準じた形で、今回その、預金の改定をしたというところです。でこれによって、各ペア事業、これからさらにこう進めていく中では、事業者さんなんかもこう取り組みやすいのかなということで、考えております。以上です。はい、ありがとうございます。すみません、続いて新規事業のところで、すみません、新規事業じゃなくて体育館の改修事業のところで、体育施設の大規模改修、この体育施設っていうのはどの体育館になりうるか教えていただければと思います。すみません、資料何ページですか。都市予算概要の7ページ。体育施設の改修、具体的な場所、はい、場所を教えていただけるということですか。はい、すいません、こちらについてちょっと確認した上で、後ほどお知らせいたしますので、すいません、はい、お願いします。ありがとうございます。
他にご質問ございませんか。朝日新聞斉藤です。先ほど の、 新規事業の空想プロジェクト事業ですけども、現代界で示せるものはないということでしたけども、どういった経緯でこういう事業をやろうというふうに出てきたんでしょうか。それは説明はできると思うんですけど。はい、これに関しては協定を結ばせていただいたときに、塚越つぶらやプロの会長と、私とでこういろいろお話をする機会がある中でですね、つぶらやプロの方でその、英治監督がその空想というキーワードで、このつぶらやプロも含めてですね、特撮というものを捉えておられたということがありましたので、特にそのつぶらやプロダクションの方でもですね、今後その空想というキーワードを持ってさまざまな事業を展開されるということも伺っておりましたので、それを例えば本市の中でですね、具体的な取り組みの一つとして展開できればということで、このプロジェクトを進めていこうということで話し合われたところであります。ありがとうございます。ですいません、確認念のためですけど、この塚川空想フェスティバルっていうのは新年度に初めて開催するということでよろしいんでしょうか。文化交流部長西澤です。空想フェスという名前のイベントとしては初めてということになります。でその中にいくつか事業のプランがありますが、その中には皆さんご承知のようなイベント等も入っている可能性はございますが、全体を通しては初めての事業というふうになります。はい、でつぶらやプロダクションと結んだ協定に基づく新事業というふうに受け止めているんですけれども、そうしますと、空想特撮のこうコンテンツみたいなものを活用して須賀川市民、とりわけ、子どもたちの空想を育むような、そういったものに資するようなイベントっていうふうに理解してよろしいでしょうか。はい、具体的にその事業内容をまだこの完全に固まっている状態ではありませんけれども、すでにつぶらやプロダクションとしてさまざまなコンテンツを活用してこの空想に基づく取り組みがいろんな形でなされていることもありますので、それらを本市で開催することが一つ考えられるかなというふうには思っていますが、具体的にどのような内容でそれを実施できるかどうかについては現在今まだ検討している段階でございます。はい、ありがとうございます。続いて先ほどの豆タイムスさんからのご質問で体育施設について回答を申し上げますので。すいません、先ほど失礼いたしました。市民共同推進部長の須田ですが、先ほどの7420万の体育施設改修事業でございますけれども、会見資料の34ページ過疎地域持続的発展計画を推進する主な事業 の中のですね、体育施設改修事業7420万円とありますが、岩瀬グリーン球場のスタンドベンチ改修および選手更衣室の整備工場整備工事、こちらが場所となっております。以上でございます。他にご質問ございませんか。すいません、毎日新聞です。市長当初予算編成、これが最後だと思うんですけども、今28ページを見てるんですが、改めてそのもっと柔らかい言葉で
平成に向けた思いみたいなのを話していただけると助かります。平成の何に重点を置いたかみたいなことを最後の予算、当初予算でもっと柔らかい言葉で話していただきました。はい、まあ、事実上私の最後の、当初予算編成という作業でありましたが、まあ、これまで取り組んできた継続的なものをまずしっかりと進めていくことと、あとその大工塾総合計画含めてですね、将来都市造を目指す上でのさまざまな課題に対処する予算編成に心を配ったところでありますが、一方で、まあ、シーリングも含めて、厳しい財政状況の中での編成作業ということもあってですね、私としてはこの、まあ、市政に取り組むにあたって、一番はやっぱ危機管理っていうのが最大の使命だというふうに思ってまいりましたので、まあ、特にその行財政改革は、まあ、本市に限ったことではないとは思いますけれど、本市が今後さらに持続的に発展していくためには、その危機管理の一環としてこの行財政改革当然待ったなしだろうというふうに思っておりますので、まあ、それらを踏まえながらですね、予算編成作業を取り組んだところであります。で、まあ、この具体的な取り組みについては、まあ、議会冒頭の施政方針で述べたいというふうには思っておりますし、そこで考え方をしっかりとお示しをして議会に臨みたいというふうに思っているところです。まあ、これまで、まあ、15年余りこの市政に取り組む中でですね、中にはその東日本大震災はじめさまざまな危機的状況もあったわけでありますけれど、それらをですね、まあ、市民の皆さんと共に乗り越えて新たな取り組みやですね、須賀川市の新たな価値観みたいなものも生まれてきたというふうに私は実感をしておりますので、さらにそれがですね、今後いろんな展開をされていくことを期待する予算編成としたところでございます。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。たびたびすみません、阿武隈地方海沿いです。2点ほどお伺いしたいのですが、建築の、整備について、令和6年度はどういったところまで進める予定かというところを伺えればと思います。すみません、建設部長の小森です。令和6年度のですね、駅西地区の整備事業につきましては、まず今現在行っております新駅舎と東西自由連絡通路、こちらの JR の方で行っておりますので、そちらに対しての負担金が主なものですが、それ以外にもですね、駅西広場の整備にこう、まあ、2年3年ぐらいこうの計画の中でまず入っていきたいと、ということで予算を計上しております。以上です。すみません、ありがとうございます。あと、資料35ページの方の、市営墓地事業についてだったんですけれども、こちら、前年度比、548% とありますが、こちらの、伸びた理由といいますか、そういったところをお伺いできればと思います。経済環境部長の板橋と申します。市営墓地特会の事業費伸び率 548% ですが、こちらは墓地の造成整備にかかる費用を計上しておりますので、このようになっております。今回は集合墓地もしくは樹木葬、このような墓地の整備を計画しております。以上でございます。すみません、ありがとうございます。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。
それでは続きまして3番友好交流都市とのデザインマンホール蓋の交換について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、それでは次に友好交流都市とのデザインマンホール蓋のですね交換についてでありますが、本市と友好交流都市であります神奈川県座間市との友好関係を深めるとともに下水道事業に対する市民の意識啓発を図るため下水道デザインマンホールの蓋をですね交換し互いに管理用マンホールとして設置いたします。今回交換する蓋は本市については市章を中心に配置しその周りに市の花であるボタンをデザインしたもので、また座間市については座間市のマスコットキャラクターザマリンが市の花であるひまわりの畑の中で座間市大凧祭りにちなんだ大凧を挙げているデザインとなっております。座間市からいただきましたこのマンホールの蓋につきましては明日2月15日に本庁舎西側の防災広場に設置をいたします。市民の皆さんや市外からの来訪者がカラフルなデザインマンホールを目にすることで座間市に親しみを感じるとともに下水道に対する理解や関心を深めていただけるきっかけになることを期待しております。以上です。それでは質問に移ります。3番友好交流都市とのデザインマンホール蓋の交換についてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。すいません、阿武隈地方の溝井です。こちら座間市さんでも設置されるということでいいんですよね。それは、はい、どの、いつ頃設置される予定ということで。はい、上下政府長お伺いでございます。大変質問ですが、本市のデザインマンホールにつきましては座間市の市役所さんの道挟みまして西側隣にですね県立公園がございまして、そちらの方にも設置済みでございます。ちなみに設置時期はいつ頃でした？ちょっと日付まだ把握しておりませんが設置したということの報告を受けております。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ございませんか？よろしいでしょうか。それでは続きまして4番その他に移ります。質問があればお受けいたしますので、ご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。豆田弁護士の服部と申します。当初予算概要のところで7ページの新規事業の保育所の熱中症対策に対する補助金のところで具体的な補助される内容とかについて教えていただければと思います。教育部長の角田と申します。よろしくお願いいたします。保育所関係の熱中症の対応予算でございますが、ちょっと詳細後ほど改めて説明させていただきます。他にご質問はございませんか？よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。